わしは雑草や。踏まれて傷だらけになっても当たり前や。けど見てみ、植木は人の手を借りには育たんが、雑草はコンクリートを割ってでも伸びてきよる。中高生諸君、雑草になろうやないか。投げたらあかんのや。一度や二度の失敗で人間投げたらあかんのやで。さあ飛び出す準備、三塁側のダグアウト、日本一の瞬間が近づいた。足を首を一つ振った、カウント2アンド1、ボールをセットに入った、腰でボールが止まった。2アンド1から第4球投げた、コース空振り三振、セーブ日本一。コンプレートのところ各選手が集まってきた、西武日本一。広岡監督の胴上げだ、曇り空に広岡監督が上がる、メガネが光る、メガネが光った、1回2回3回広岡監督、名古屋の空に舞いました。こんばんは、スポーツアワーです。ご覧のようにプロ野球の今年の日本シリーズ第6戦でついに西武が日本一になりました。名古屋から始まって西武、そしてまた名古屋と続いた今年のシリーズ、早速今日もハイライトでそのゲーム、あるいはプレーの数々をご覧いただきましょう。今夜は西田アナウンサーです、どうぞ。結果は西武の優勝に終わった日本シリーズですが、第6戦も途中なかなか見どころのある、競った試合でした。今晩もまたハイライトでご覧いただきますが、今晩は解説の広瀬芳則さん、それに、ゲストに、去年おととし先ほどとになりますが、日本シリーズで活躍した近鉄バッファローズの鈴木啓示投手においでをいただきました。鈴木さん、はい、もうおととしになるんですね。そうですね、早いもんですね。はい、どうですか、ずっとやってきて第6戦ぐらいになってくると。そうですね、はっきり言いましても見飽きますね、相手のチーム。まあ、ペナントレースでそれだけ長くドイツチームでやるということはないもんですからね、やはりはっきり言っても見飽きます。そうです。だからまあ願望が減りますね、早く決めたいというね、願望が減りますね。なるほどね。はい、広瀬さん、今度の日本シリーズはですね、はい、1、2戦がちょっと大差がつきましたけども、3戦所沢に移ってからシリーズらしくなってきましたね。そうですね、まあ中日がね、はい、130ゲームで、決めたというね、ペナントレースの大激戦ありましたからね、はい、多少のその疲れとかね、あったんじゃないですかね、研究不足で、ね、はい、データ不足。だから本当のその戦いっていうのはなんか第3戦からね、やったの感じがね、しないでもないですね。名古屋の班がちょっと諦めかけていた 1,2 戦でしたが、第6戦こうして名古屋に戻ってきました。それでは早速その球場の雰囲気からご紹介していきましょう。まあ、とにかく2戦が終わった時にですね、テープと一緒にいろいろ缶など飛んできましてね、今度はもう第6戦からは警備の人をこのまるっきり見てください、これ450人ですね、警察官。まず警備の紹介から始まるようなわけなんですが、今日はアルコールをスタンドで売らないという初めての禁酒日本シリーズになりましたね。ああ、珍しいっていうのも初めてですね。ビールの飲めない日本シリーズということになったんですが、しかしまあ本当にこうしてでも少しでも、マナーを良くして試合を見ようという、これもドラゴンズファンの一つの気持ちの表れです。さて先発は三沢と高橋直樹で始まりました。この先発は鈴木さん大体順当と見てますか。そうですね、まあ、私は順当だと思います。広瀬さんも放送では同じようなことを言ってらっしゃるんですね。そうですね。スターティングラインナップですが、この辺はもうハンデをしたようですね。石毛、山崎、スティーブ、田淵、これテリーが5番に戻って太田6番、そしてキャッチャー大石、岡村、高橋直樹。ただね、西田さんね、はい、高橋がね、シーズン中は中4日ピッチリ上げてましたよね、はい、年齢的なもんがありましてね、はい、どうかなっていうね、そういったまあ不安もありましたけどね。3戦に7回投げてますからね、はい、こっちもここまで変わらずでピッチャー三沢、まあ、先発ピッチャーもね、はい、まあ、早く投げらせてもらえるというだけでね、なんか、まあ、西田失礼ですけど誰が投げても一緒という感じですね。あ、なるほどね。そうですね、はい、確かにまだ本当に完投がなかったわけですからね。完投ピッチャーっていうか先発ピッチャーの勝利投手がないもんですからね。確かにそうですね。さてドラゴンズ1回の裏の攻撃です。カオがファーストゴロに倒れました。そして2番の平野、
2ストライク1ボールです。19打数4安打、率に直しますと2割1分1厘ですが、この人はバントを丁寧にしています。三塁の左グラブに当たりましたが、これがヒット、ワンアウトランナー1塁。これ鈴木さん、はい、スティーブの守備ちょっと西武のピッチャー泣かされてますね、この辺。でもね、この日本シリーズではね、はい、結構動きいいですよ。一つは大事な勝敗を遅れミスをしましたけどね、はい、その他動きいいですよ。シーズン中には見られないですよ。そうですか、はい、さてバッターは3番のモッカ、ワンストライクツーボールからです。ランナー走ります。平野盗塁、ボールがポロッとこぼれたんですが、二塁の塁審が村田。先日打球を足に当てた村田ですが、今落球は広瀬さん見えなかったんですか。見えなかったですね。見る位置がちょっと悪かったですね。なるほど。平野も近藤さんがものすごい勢いで行きまして、これはすぐ審判が訂正しまして落球を認めて盗塁成功です。大石の送球、これタイミングから言ったらボールを落とさなきゃアウトですね。そうですね。それとね、はい、ランナーが全然その見てないですね、ランナー最後までね、はいはい、そしてモッカーフォアボール、ランナーとランナー一塁二塁。しかし平野の時に限ってこの前も黒田がアウトにしてますし、今もタイミングアウトですからね。盗塁してる中日なんですが、どうも平野が二塁盗塁、今もタイミング危なかったですね。まだね、ちょっとまだ未熟です ね、 なるほどね、はい、ワンアウト一塁二塁でバッター矢沢。この人はもう本当に所沢に移ってから当たるようになってきました。ワンストライクワンボールからの3球目です。痛烈な当たり、テリーが取ってバックホーム、ランナー止めます。足の速い平野ですが、高木コーチは止めました。これは広瀬さん止めてよかった。そうですね、帰ってたらアウトですね。鈴木さん、はい、高橋の立ち上がり、おどおどした立ち上がりですね。自信がもう一つないように見受けられますね。そして5番の中尾です。5番に上がった4回戦の時にはもう一つでしたが、第5試合でよく打っています。ファールファールの後一つボール。中尾は鈴木さん、右へうまく打つでしょ。決めてうまく打ちますね、はい。ああいう打ち方されたピッチャーは本当泣かされるんですけどね、一番嫌な打たれ方ですね。2ストライク1ボールからの4球目です。ワンアウトフルベース。三塁ランナーが足の速い平野でした。三振。今のはシュート、シュートのストライクゾーンからボールになるところですね。そして2アウトフルベースに変わって宇野。ワンストライク2ボールから今度は4球目になります。ちょっと宇野が広瀬さん当たり止まってますね。弱点をね、はい、やはりうまいことついてきてますよね。どこですか。やはりね、このコースをねびっちり掘られてますよね、両サイドにですね。この中尾君の三振でね、はい、ピッチャーなんていうかホッとするっていうか、ああいい意味のね、なんか兆しをつかむんじゃないかなという気はしたんです ね、 はいね、はい、それまではなんかここで打たれてしまったらゲームを決めるんじゃないかなという感じはせんでもなかったですよね。ワンアウトフルベースで中尾を先ほどのシュートで三振に取って、今度は宇野に対して2ストライク2ボールです。キャッチャーは今日も大石。スティーブ、そこにあるベースを踏んで3アウト。1回の裏ドラゴンズはワンアウトフルベースというチャンスを逃しました。2回は西武はランナーを出しましたけども、両チーム得点なし。そして3回の表西武の攻撃、1番の石毛から始まります。石毛は最初のバッターボックスで三沢のスライダーを空振りして三振に終わっています。三沢の立ち上がりどうでした。これも良くないですね。コントロールは良かったんですけどね、球の力がなかったですね。
だからもうベンチをしょっちゅう見てたような気がしますね。三沢自身も球はこの前の方、つまり第4戦の方が良かったという話を終わった後しています。2ストライク2ボール、バッターは1番の石毛。これまで打たれたヒットはテリーのヒット1本、田淵と大石にフォアボールを与えています。高いバウンドの三塁ゴロ、足元もっか落とします。これよく出ますね。外人さんはね、はい、エラーしてもエラーしたような格好しないんですよね。だからね、本当に腹立つんですよ。ノーアウトランナー1塁できっちり送ります。山崎はこれシリーズタイ記録になる4つ目のバントです。本当にまあ黒子に徹すと言いましょうか、2番に徹してますね。そしてスティーブです。二塁ランナーが石毛、ワンアウト二塁で両チームまだ得点ありません。広瀬さん、この時にあのボールボール、もう一つアウトコースへのシュートが外れてノーストライクスリーボールになったんで、ワンアウト二塁ですから、ちょっと田淵が、次の田淵が下降戦なので次と勝負かなと思ったんですけどね。そうですね、だからまあもう少しね、はい、あのピシッとホールかなと思ったんですけど、結構甘いボールだったですね、はい、これはノーストライクスリーボールから、ここでこれがストライクになります。あれですか、歩かしてもいいやと思って投げてる時にストライクになるとポッと気がかかることありますか、ピッチャー。バックスイングした時まではね、はい、臭いとこ行こうと思うんですがね、はい、話す瞬間にちょっと色気が出るんですね。これやっぱりピッチャー心理ですね。ワンストライク、スリーボールからです。ワンアウトランナー二塁、バッタースティーブです。この当たり、タオの頭の上、ワンバウンドして入りました。エンタイトルドツーベースヒット。石毛が二塁にいましたので選手得点セーブです。ワンアウトランナー二塁。三沢とすればね、はい、スティーブの一番弱点のインコース高め、はい、放ってるんですけどね、なんせスピードがね、はい、今日の三沢はスピードがなかったですね。あ、キャッチャーのミットインコース行ってるんですね、はい、中尾のミットはインコースですが、コースも悪くないんですけどね。ちょっと球に力ですか。私は力と、先ほど言いましたように力がもう一つ足らなかったように思いますね。だからスティーブの一番弱いところなんですけどね。よくそういえば近めのちょっと高い球を空振りしますね。それも強いボールをね、はい、そして田淵です。最初のバッターボックスはフォアボール、ツーストライクスリーボールからファールが3つ続いた、ツースリーです。キャッチャーのファールフライ、ツーアウト。そしてツーアウトでテリーを迎えます。この前のバッターボックスは三塁の頭を越える、叩きつけるようなゴロで越えるヒットでした。テリーが第5試合から第5戦から当たってきましたね。また、はい、もう調子に乗らすと怖い人ですよ、この人は。そこで怖かったもんですから、このテリーを歩かせるんですね。ここで相談してどんどんコーチが出ました。2アウトランナー2塁スティーブでバッターテリー、このテリーを歩かせるところまでは広瀬さんどうですか。これは仕方がないですね。なんかテリーと、まあ、太田との兼ね合いですよね、はい、そういうことになるとアンダースローで、やはりテリーの方が怖いというふうにね、ピッチャーは踏んだと思いますけどね。私はね、その下のね、テリーと太田君とね、はい、そしてもう一人大石君を組みたいですね。なるほど、その大石君まで願ってもいいんじゃないかなと思いますね。ということは、テリーを経由しておいて太田は際どい球で振ってくれたらそれでいいで、歩かしてもいいということですか。それで満塁にして大石君という手も考えられたと思いますね、はい、テリーは敬遠です。これで2アウトランナー1塁2塁でバッター太田、この前のバッターボックスで2ストライク2ボールからちょっと沈み加減の球で空振りの三振に来て取ったんですね、あれはね、甘いボールでしたけどね、はい、僕は太田選手の方のミスやと思いますね。この前のバッター、ピッチャー の勝ちというよりもね、太、はい、田選手の方のミスでしたね。あ、そしてこれでワンストライク2ボール、船本行ったんですね、今の球。ワン、ツー、ワンストライクはファールでした。この次の球です。2アウトランナー1塁2塁、バッターは太田。大島の頭の先、太田の第2号
シリーズ第2号のスリーランホームランで、これで西武が4対0と3回の表でリードしました。まあ、これはね、はい、まあ、あのワンツーからですよね、思い切りのいい大谷ね、ワンツーからホール球じゃないですよね、そういう意味では見られたっていうその表現が使っても仕方がないぐらいのね、甘い球だったですよね。まあ、何のために慎重に慎重策を取ってきたかということですね。それほど甘いボールでしたね。一番よく飛ぶところです、太田選手はね、一番よく飛ばす好きなところですね。キャッチャーのミット外なんですね。ボールのクルドが甘いですね、真ん中ですね。しかし飛びますね本当に。これで4対0としました。一方的になるかと思ったんですが、3回の裏中日ドラゴンズがすぐ反撃します。先頭バッターは田尾からです。田尾は最初のバッターボックスはファーストゴロ。これまで中日は先ほどご覧いただいた平野と矢沢のヒットがあります。これでワンツー、4点取ってもらって高橋直樹が最初のバッターボックスの田尾にワンストライクツーボールから次の球を打たれます。センターの右左中間です。岡村が追います。田尾はこれよく走りましたね。はい、このスティーブの押しつぶすようなタッチをかいくぐってスリーベース。まあ、それともう一つ、あの岡村が思い切っていきましたね、はい、で最終的にあの太田が取ったじゃないですかね。なるほど、貴重ボールをね、はいはい、なるほど。でそのなんていうんですか、肩ですね、ノーアウトランナー三塁でバッターは2番の平野。この前のバッターボックスは三塁の左を抜くヒットですが、4点差があります。内野は前進守備を取っていません。初球です、ファーストゴロ。田淵は投げず、その間に田尾が帰って1点。私はこの1点が大きいですね。このイニングスっていうのは西武、側にとってはやってはいけないイニングスですね、はい、選手権の後ですから。そしてワンアウトでランナーがなくなってバッターはモッカ。最初のバッターボックスはフォアボール。鈴木さん、全くモッカが調子を落としてますね。そうですね、もっとこうなんていうか右方向にうまく出てたんですけどね。1、2戦はね、西武の研究のせいですか。まあなんていうかインコース攻めが多くなりましたね、今のもそうですね。これで2アウト、2アウトランナーなし。インコースのボールを引っ張ってますね。だからピッチャーにしては思うつぼじゃないですか。ボッカはちょっとしかめの球でも右へ打つバッティングですね。インコースのボールをね、おつけられたピッチャー嫌なんですよね。そして矢沢、シリーズの打率もこうして3割に戻ってきました。4点もらって投げる高橋直樹、1点取られて4対1ですが、この辺のピッチャーの心理としては比較的楽になってるわけでしょう。いやいや、4点取ってもらった後はね、もう0点で楽になるんですね。なるほど、1点やればもうかなり苦しいですよ。はい、そんなもんですよ。2アウトでランナーなし、矢沢です。先ほどライト前ライナーのヒット、そして今度もいい当たりです。本当に当たってきましたね。特にインコースのね、はい、ストレート系、このストレート系にタイミングがね、非常にそのうまく合ってますよね。中尾が初球のアウトコースへのカーブは見逃してボールだったんですけども、見送ってボールだったんですが、2球目近めを打ってファール。この辺になりますとね、本当にその今の中尾のですね、はい、100点のその得をどんどんついてますね。もうヒットしてるのはね、やはり真ん中からややアウトサイドの球ですね、でインコースの球はね、非常にその苦しそうに打ってますよね。ツーアウトランナー一塁です。一塁ランナーは矢沢、センター前。ツーアウトランナー一塁二塁、
4対1、3点差、ツーアウトランナー1塁2塁で、ここでピッチャーが変わります。森に変わります。まあペナントレースですと最後のところで森というケースが多いんですけども、そうですね、このピッチャーはね、はい、まあ、コントロールも、まあ、そこそこいいです、はい、いいですし、はい、スピードもまあそこそこありますし、まあ、そういう意味じゃね、まあ、80点ぐらいのピッチャーの、点数ですね。だからそれほど私はね、ものすごくいいという感じの印象はないんですよね。だからつかみどころのない感じですね。まあ合格点のピッチャーということですね。そしてバッターは宇野。先ほどはご覧いただきましたように三塁ゴロにツーアウトフルベースと割っています。前のランナーが矢沢、後のランナーが中尾です。スライダーをファールしまして、これでツーストライク、ツーボール。森投手はこの前も変わったところで中尾にスライダーをセンター前に打たれてますが、ツーストライク、ツーボールからインコースの球ちょっと詰まりながらですがセンターの右へ持っていきます。このヒットで矢沢が帰って4対2です。インコースのシュートですよね。だからまあ勝負に完全にいったボールを打たれたということは森投手もちょっとこうなんていうかショックでしょうね。特にああいう打たれ方しますとね、ああいう垂れ方というのは要するに詰まらせてるわけでしょ、詰まってる。どっちかというとピッチャー勝ちのケースですよね。それをあそこへ持っていかれるようではね、まあなんていうか調子もそれほど良くないかもわかりませんね、ピッチャーの方の調子がね、はい、そして一塁ランナーの中尾は三塁に達しました。ツーアウトランナー一三塁。ここで今度はバッター大島です。先ほどはセカンドフライに終わっていますが、次のバッターは、まあ、このシリーズのラッキーボーイの上川ですが、この大島とは2ストライク3ボールまで行きます。途中ファールが2つあります。なかなかインコースで投げられなかったですね、この時。先ほどのことありましたからね。なるほど、はい、ピッチャーってそういう感じになりますね。ということは自分の投げたシュートが詰まりながら詰まらせながらヒットになったと、はい、あれがね良ければね、ヒットになってないんですよ。なるほど、森投手の状態が良ければね、シュートに自信がないわけですね、怖くなるんですね。なるほど、はい、甘ければ大島ですから一発ますから、ね、そうですね。そしてここでランナー歩いて2アウトフルベース。ランナーは中尾、宇野、大島ということになります。そしてバッターは上川です。この人のホームランでシリーズが面白くなったようなもんですよね。2ストライク2ボール。第3戦のあの3ランホームランは印象に残ります。2ストライク2ボールからちょっとボール気味ですが、これはもう 2-2 ですから仕方ありません。4対2、2点差です。2アウトフルベース。1、2塁間山崎取ったんですが1塁のベースカバー遅れました森。その間に2人ホームイン、中尾、宇野と帰りまして4対4の同点に追いつきました。ピッチャーの森君はね、あのコースに飛びましたからね、はい、取ってくれよという願いつつね、走った分だけ1塁ベースカバーが遅くなりましたね。あ、なるほどね、抜かれたかと思った分があるんですかね。そうすると、ああなるほど、取って上川がここまで来てるわけですから、ピッチャーのベースカバー遅れました。そしてその後トントントンと走るところ背中を見せてしまいましたので、その間に宇野も入りました。4対4の同点。ここで代打の藤浪、左打ちの藤浪が出ますと、広岡監督はここでピッチャーを新人の工藤を使うんですね。全く幸せな人ですね。工藤ですか、幸せな男です。新人でね、これあのご当社なんですよね、名古屋出身で。あ、そうですか、名古屋電気高校ですからね。まあ、新人で日本シリーズに登板できるって本当幸せですよね。あのプラントレースの最中は近鉄戦時々投げるでしょ、工藤投手。よく投げてきますよ。印象どうですか。まあ、左バッターは大きなカーブがあるだけにね、もう顔見るのも嫌だと言いますね。あ、そうですか、これは代打の藤浪に変えて石井です。左に強い石井。
あのカーブでストライクを取るのは分かるんですが、今のところなんかなかなか力ありましたね。結局カーブがいいからね、はい、真っ直ぐが予想以上に速く見えるんですね。なるほど、はい、鈴木さんは日本シリーズはそれこそ、大投手になってからですが、新人の時でオールスターに投げたんですね。初めてそうですね、新人の1年目にね、オールスターでね、広島球場で、それが一番大きなビッグゲームでしたね。やはりあの工藤投手も同じようにこのシーンはずっと覚えてるでしょうね。もう一生覚えるでしょうね。カーブですね、ショートゴロ、ちょっと危なかったんですがフォースアウト。いいリリーフでした。しかし4対4の同点、ビッグゲームをね、オールスターでじゃんけんでね、投手リレーを決めさせていただきましたよ。あ、そうですか。鶴岡監督にね、僕と池永君と、森安君と、はい、成田君でね、じゃんけんで投げてこいと、若い者と彼でね、それがものすごく自信になりましたね。そうですか、はい、じゃんけんはどうだったんですか。僕は3番目でした。そうすると3人目ですか。3番手ですね。あ、なるほど、はい、さて4対4の同点で今度は6回に行きましょう。バッターは目下です。6回の裏、ドラゴンズの攻撃、2アウトからです。ピッチャーはここで小林、4回から投げています。4回の2アウト1塁2塁で登板しました。小林はその時は中尾をピッチャーゴロに打ち取っています。5回は3人で終わらせて、この回はフォアボールを出しまして、鈴木、ピッチャーの鈴木がランナーに出ています。6回の裏、2アウトランナー1塁、これが鈴木です。フォアボールで出て、その後タオがセンターフライ、平野がショートフライと打ち上げて、ピッチャーの鈴木はずっとウィンドブレーカーを着て1塁のベースで待っていました。2ストライク2ボール。鈴木さん、小林がいいピッチングしますね、なかなか。私はね、はい、長継で日本一だと思いますね。あ、そうですか、はい、まあ、安定度にかけてはこの前打たれましたけどね、矢沢にホームラン打たれました。安定度にかけては日本一でしょう。良さは何ですか。球種が多いことと、思ったよりも球が切れるということですね。あ、なるほど、はい、だから締めたと思ったやつでもバッターは打てないですね。あ、2打目より速いということですかね。当てて、これがラッキー、ライト前に飛びました。一塁ランナー鈴木ですので、2アウト一塁二塁。そして矢沢です。2アウト一塁二塁でボールが3つ続きました。得意のパンボールも外れてノーストライク3ボール。矢沢は今日は2本のヒットとフォアボール1つ。小林とは今日は初めて顔を合わせます。ワンスリー。こうやって見てても、まあ、カメラの位置にもよりましょうが、こう真っ直ぐがちょっとシュート気味になるんですね。変化するんですね、はい、バッターの手元でね。しかし去年の日本シリーズで好投した日本ハムの工藤がですね、はい、今年あれだけ勝ちました。それと同じようにあれですね、かなり来年も小林にとっちゃいい経験になりました ね、 ねえ、いい勉強ですよ、ちょっとじらしてワンスリーから小林、矢沢に対する5球目です。近め、フォアボール。2アウトフルベースでバッター中尾。広瀬さん、今日中尾は高橋には三振でした。その後センター前ヒット打って、小林にこの前も2アウト1塁2塁でピッチャーゴロでしたね、はい、8球粘ったピッチャーゴロだったんですかね。そうですね、だから、アウトコースはですね、はい、非常にそのいっぱいをついてですね、そしてその勝負球にインコースついてですね、はい、非常にもう弱点をね、攻められてるっていう感じですね、今日の中尾に対してはですね。ワンストライクツーボールから近め、ファールです。あそこの球はどうしてもちょっとこのなんていうんですか、苦しそうですね。これこのシリーズ通してもね、そういう状態は続いてたんですけどね、しつこくそのアウトコースへついて、それをうまくそのセンターライトへと打ってましたけどね。そしてこのピッチャーのいいところはね、はい、
バッターに一球一球考えさせますよね。ああ、なるほどね、だから完全なボールっていうのはないですね。2アウトフルベース、2、3になって、これも近めの球ですね。そうですね、シュートですね。キャッチャーのファールフライ。この時、鈴木さん、はい、このピッチャーの方の鈴木がですね、はい、一塁、ずいぶん待って二塁、そして三塁でずっと立ちんぼだったんですね。これはやっぱりね、ピッチャー応えますよ。あ、はい、まあセリーグでちょっと慣れてることもあると思いますがね、はい、それにしたってね、ずっと立ちっぱなしっていうのはね、ピッチャー応えますよ。さて、途中5回裏から田淵に代わってファーストに入っています。まあ、結果的に4番になっている片平。これでノースリー。7回山崎をショートゴロ、スティーブをショートフライに打ち取って2アウトです。2アウトランナーなしでバッターは片平。ワンストライク3ボールです。まあ、田淵から変わっている片平で、鈴木の方にすると幾分こうボールが3つ続いてですね、ストライク1つあって、はい、気を抜いてるってことはないでしょうけども、まあ、それはないですね。はい、ワンスリー、はい、同点ですのでね、それは絶対ないです。はい、はい、片平はこれは5回裏から変わって初めてのバッターボックスです。おとといダメ押しのセンター前ヒットを打っています。ワンスリーからの5球目センターへ飛んでいきます。フェンスのこちら側に落ちたように見えますが、バックスクリーンに当たって落ちました。ホームランです。センターオーバーのホームラン。鈴木さん、今の球は文字スロー出ますけども、私はストレートじゃなく、はい、ちょっとそれを抜いたスライダー系統のボールじゃないかなと思いますね。そうですか、はい、スライダー系統ね、はい、そのスライダーが全く切れなかったです ね、 ね、だからちょっとこうハーフスピードの棒玉っていう感じに見切られたですね。まあ、広瀬監督の下で片平は一塁手として活躍したんですが、片平にとってあのコースの球ってのはどうなんでしょう。いや、どちらかというと苦手なコースなんですけどね、ちょっと高めですよね、キャッチャーのミットはインコースやったんですね。はい、まあ、しかしよく打ちましたね、これはね。打ちましたね、はい、これで5対4です。西武がリードしました。そして次のバッターがテリー。今日はテリー2本のヒットとフォアボールが1つ、敬遠のフォアボール1つ。そのテリーに対する初球です。またセンターへ。まあ、これはもうなんて言いますか、外人独特の打つべきして打ったと、まあ、ピッチャー側から言わせれば打たれるべきして打たれた一球ですね。あ、と言いますと、はい、やはりホームランの後のリードされた後の初球ということで、精神的にもある程度ガクッときますしね、その後の初球ですので、これで6対4。これで私2連発よりもね、はい、もう1人3連発食らうんじゃないかなと思いましたね、この時は。あ、そうです、次はまた太田ですからね、それくらいのピッチャー の落胆の色が見えましたね。経験ありですか。ありますよ、僕はもう一通りしました。6対4、西武が2点リードしました。そして8回です。8回から牛島が登板します。ドラゴンズのピッチャーは三沢が3回まで、その後宮古が4回5回と投げて、5回途中から鈴木が7回まで投げて、8回から牛島です。6対4。ワンアウトの後、岡村がフォアボールを選んで、代打の立花が三振して、2アウトランナー1塁でバッターは石毛。今日はいい当たりのライトライナーがありましたが、ヒットがありません。1球ボール。三塁のコーチボックスは近藤昭仁コーチです。この普段牛島のようにリードしてそれを逃げ切りに投げるピッチャーとは、こうリードされている時とはちょっと気分が違うもんでしょうね。こなして見てますとね、はい、やはり勝ってる時のピッチャーですね。あ、なるほどね。レフトへ、やはり痛烈なヒットでした。はい、体のその動きは全然違いますね。やはり勝利者のピッチャーですね。なるほど、いわゆるセーブタイプということなんですかね。まあ、負けゲームっていうか敗者のピッチャーじゃないね。なるほどね、はい、2アウトランナー1、3塁でバッターは山崎。49年ロッテの時代にやはり中日と対戦して、その時は日本一になってますが、その時は4番バッターですからね、山崎は。今のファールでカウントは2ストライクナッシングで、今の3球目です。
ツーアウト一三塁。この人は打つゾーンは広いでしょう。本当にね、何を待ってんのかなという時がありますね。ど真ん中でも平気で見送りますよ。そうですね、はい、あれ決めてんですかね、あれは。これが矢沢のファーストミットにフェアグラウンドで当たって、その間に三塁ランナーホームイン、また1点加えて7対4としました。皆さん、この1点が大きかったですね。大きかったですね。まあ、これはあの結果論ですけどね、はい、この1点がまあ本当に言いますと中日のね、戦意をその喪失させたと、はい、言っても過言じゃないんじゃないですか。アウトコースへの変化球をバットを合わせて、これそのまま振っておくと、あるいはファールになるような値だったんですが、前に出た矢沢が弾いてしまいました。このシリーズなんかその中日アンラッキーな面がたくさんありましたね。抜けてみたら審判に当たってみたりね。そうなんですよね。抜ければファールなのが、ファーストベースより前で矢沢のファーストミットに当たってしまったり、7対4です。そして9回からピッチャーは安木です。牛島が1回で交代していますので、5人目のピッチャーの安木。西武の方は高橋から森、先ほどご紹介した工藤、小林ときて、8回から東尾が投げています。打順もこうして変わっていますが、片平から、左ピッチャーからライトオーバーのヒットです。片平はあの調子がいい時にはこうピッチャーのところ一体ですね、まあ、守っていても一体みたいな。オーバー会の会長ですね。オーバー会の会長、西武のね、はい、南海時代からそうでした、広瀬さん。いやね、非常に成績上がらなかったものですからね、とにかくお前の良さっていうのはね、常に一生懸命やる、それがまあそのみんなのね、関心を買ってるんだから、とにかくオーバーでも何でもいいからね、どんどんやれって言ったんです、私はね。なるほど、進めた人がいましたよ。この前やってもいいですよ。ノーアウトランナー一塁、この時点で7対4と3点差があります。そしてテリー、これはもうバントヒットを狙いました。ノーアウトランナー一塁、ヤスキもかつてライオンズにいたことがあります。日本シリーズは初めてです。ちょっと中途半端な守りがありました。この辺こう気合が、いえいえ、ピッチャーのね、はい、声が遅かったですね。やはり自分が早く声かけないかんですね。なるほど。まあそれとね、ヤシもね、まあちょっと落胆してますね、もうね、動きにね、集中力はもう欠けてるような感じのね、守備をしてますよね、相対的に。そしてこれピッチャーは小松に変わります。6人目のピッチャーです。進出すれば明日の先発にね、取っていくつもりで試合に臨んだわけですけどもね、もうこうなっては仕方ありません。ノーアウトランナー一塁二塁で今日ホームランを打っている太田なんですが、この初球なんですね、得点は7対4、3点リード。ホームラン1本の後はその他には三振2つとピッチャーゴロですが、これバント空振りなんですね。そうですね、まあそういうことはないと思うんですがね、はい、バントするのは嫌な時この人ようやるんですよね。なるほど、なるほど。それで見るんですね、また近藤コーチをちょっと首かしげてますけども、まだバントかっていう感じですね。なるほど。得点は7対3、9回の表リードしている西武の攻撃です。その通りサインはバントで、バントします。途中から変わっている田之倉が入って、ワンアウトランナー二塁三塁。大谷バントをさせた時点で守っている方はやはり何か感じなくちゃいけないわけでしょう。そうですね、もう次のね、はい、多いし、これは当然ね、もう1点欲しいということで、じゃあ何かということになると、まあスクイズっていうのがまあ一番考えられますよね。ピッチャーの方の立場からすると、はい、まあこれ1点見てみましょう。見てみましょう、はいはい、ワンアウトランナー二塁三塁でバッター多いし、今日はセンターフライとライトフライ、その前がセカンドゴロがあります。フォアボールが1つあります。得点は7対4です。回は9回、9回表西武の攻撃。スク
クイズなんですね。これが嫌なんですよ。もう、まあ、中日ファンには失礼なんですけどね、まあ、ほとんど死んでるんですよ、はい、それをもう一回殺すんですからね。まあ、こういう攻め方っていうのはね、ピッチャーたまらんですね。8点目で4点差の8点目のスクイーズですからね。そうですね、これだけ相手ってもスクイーズですからね、失礼ですよ。広瀬さん、これ昔水原監督とかね、はい、あるいは日本シリーズで川上監督もよくしましたね。だからまあ勝負の怖さをね、はい、知ってる人ですよね。なるほどね、はい、もうあれピッチャー前飛んできましてもね、はい、ピッチャーもう一瞬も平井に行く気がしないですよ。あ、なるほどね、それくらいショックですね。あ、そしてなおもランナーを置いています。今一塁アウトにしましたが、ランナー三塁に進んで岡村、なかなか渋い活躍をしています。レフト前ヒットで三塁ランナーのテリーが帰って、これが9点目、9対4です。あ、ダメのダメのダメですね、はいはい、そして9回の裏の攻撃です。東尾が8回から投げています。8回変わったところで、あの豊田にノースリーになってストライク2つの後フォアボール、先頭バッターを歩かせましたが、田尾、平野、ボッカと打ち取っています。さて9回、東尾はもうこれで4試合目の登板、今日は6試合目。変わった時はちょっと試合の終わった後の話でも、ボールの引っかかりが悪いということ言ってましたよね。やはりここまで来ますとね、はい、やはり先ほどの願望じゃないですけど、はい、やはり欲が出るんですね。なるほど、ちらつきますね、何かがね。これ太田が今日ホームラン打ってますからね、この辺りではどっちになるかというネット裏で話が出てたでしょうが、矢沢当たっています。今日3本目のヒット、3打数3安打、フォアボール2つ。ドラゴンズのヒットはこれが6回に目下が打って以来です。3回のあの集中5安打以降は2本しかヒットがありません。点差がありますが、こうしてバントヒットを狙いました。中尾はこのシリーズ時々バントヒットを狙うんですけどね、どうですか、もったいないでしょう。まあしかしね、はい、ランナーを貯めて、これヒットホームラン打っても知らないですからね、はい、だから中尾自身とすればですね、はい、なんとか塁に出てそのランナーを貯めてっていうその気持ちの表れですよね。まあよしとしなきゃ知らないですね。今日の観衆は 28,725 人です。一塁ランナーは矢沢、これはいい当たりでした。しかし太田が掴んでワンアウト。負けてるから入らない、勝ってるから、取れるという感じですね。しかし東尾のピッチング、鈴木さん放送席から見ていかがでした。はい、まあコントロールは素晴らしいですね、はいはい、このシリーズね、本当によく投げました。宇野は初球を打ってテリーへライトフライ、気が入ってましたよ。あ、なるほどね、大体昨日入った時は働く人ですよ、この人ね。なるほどね、はい、しかしいわゆる先発完投のピッチャーがですね、はい、シーズン後半からこうして途中中継ぎ抑えに変わってくる、その辺の気分転換も難しかったでしょうね。それは素晴らしいですね。私ができないだけに素晴らしいです。なるほど、もうこの辺で試合時間が4時間近くなります。そしてバッターは大島、一球早く日本一になりたかったんですね。ねえ、気持ちはわかりますね。さあ、田淵森の相談です。接戦やったらああいう感じはないんですけどね。そうですね、まあ、本当に安全圏でしょうね。2ストライク、1ボール、2アウト。ランナー1塁、バッター大島。9回の裏、中日ドラゴンズ。最後の攻撃です。三振で日本一が決まりました。西武球団ができてから4年目で初めての日本一。
また、球団ライオンズとしましては、あのジャイアンツと3連敗の後の4連勝の昭和33年以来、なんと24年ぶりのライオンズ日本一です。広瀬さん、だいぶ前になりますけども、この時の気持ちというのはもう何とも言えないですよ。もう本当何とも言えませんね。これはさっきインタビューです。両リーグ制覇おめでとうございます。ありがとうございます。5点取らないと安心できないとおっしゃってましたけども、その通りの試合になりましたね。そうですね、まあ最初ちょっと4点うまく取れたもんですから、でもすぐ取られたっていうところはね、非常に苦しい試合になったですね。あの6回の2アウトフルベース2-3、あの時はベンチでご覧になっててどうでした？そうですね、まあ打ってくれなければいいかなと、打たれるようだと今日は勝てないなと思って、はい、ベンチでじっとしてたんですけども。 あの時はあのピッチャーの鈴木をですね、ずっとベース上に組み付けにしておいた。結果的にはですね、その次に片平のホームランが出た。そうですね、まあ片平がいいとこで、まあ、後半ですけども、大活躍してくれて本当助かったですね。田淵に変えて片平を入れておいた、これはあのシーンを予期してたわけですか？いえ、そんなことないんですが、田淵も長い間野球やって初めてあのこういう選手権チャンスつかんでですね、本当に体はもう心身ともに疲れてるんですけども、とにかく前半できるところまで出してやりたいと、それでまあいいところで片平にスイッチをすることだけ考えてたもんですから。このシリーズを通して選手たちに何か一言。いや本当もう選手がまあ働いて取ったという、これ本当にね、我々はただお膳立てをしたに過ぎないんで、やっぱり選手が自分の力で取ったというものを誇りにね、これからますますいい野球やるようにやってくれればと思っています。最後に監督さんの現在の率直なお気持ちを聞かせてください。いやもう何とも言えないですね。本当にもう最後の10ゲームぐらいはやはりこちらの方も主力を尽くして、本当の力を、あるいはその全ての力を、まあ、使い切ったということになったり、まあ、130試合ギリギリまで来ましたんで、ただ残念だったのは優勝してから、日にちがほとんどなくて、体制といいますかね、再び、ベストないしはベストのコンディションに近い状態で日本シリーズに迎えることができなかったと。広岡監督にペナントが渡されますが、この後表彰される最優秀選手、これは東尾でした。鈴木さん、これはまあいろんなないところでしょう。もうなんていうか申し分ないですね。名古屋のファンの拍手に送られて、この祝勝会です。もうとにかくみんなの努力で日本一になったこと、本当心からお祝い申し上げます。イエーイ。3回目の正直です。これが本当の自分の書き足。いろんなことがありましたけども、よかったです。今もう忙しいですから、もう楽しませてください。プレーオフの時とまた格別ね、味が違いますよ。はい、ようやく日本一になりましたね。みんなのおかげです。勝ってよかった。もう野球やっててね、本当によかったですね。ともかく勝って日本一になったと、それしかないですね。これ早めにね、どんどんビールかけちゃってね、はい、8時過ぎの汽車に乗ったんだそうですよ。そして10時過ぎに東京に着いて、もうそれぞれ、選手たちは、家路に着いて、まあもう帰宅してですよね、この時間だったら。どうですか、振り返ってみて、広瀬さん、はい、このシリーズ第3戦ぐらいから始まったというね、シリーズらしくなったというお話でしたけども、まあ、それとね、はい、ピッチャーがどん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 交代しましてね、はい、監督も大変だったけど、うん、まあ、見る方もね、はい、本当に大変だったですね。なるほど。さて、そのピッチャーの話ですけどね、はい、鈴木さん、完投のない日本シリーズってのはこれ初めてですよね。まあこれも願望になりますけどね、はい、まあ、先発で完投勝利投手になってもらいたかったですね。誰でもいいんだ。まあ何度も言うんですけどね、申し訳ないんですけどね、
一盛りなんぼのピッチャー安売りだけはせんといてほしいですね。なるほど。これはどうですか、ピッチャーの方の責任がありますか、それとも作戦の方ですか。まあ、もちろん作戦でしょうね、はい。だから今の野球ではやはりリリーフピッチャー、中継ぎピッチャーが必要だということじゃないですか。はい、どうですか、日本シリーズネット裏から、ご覧になって、本当に6戦までご苦労さんでした。やはりね、ユニオン来てる以上はね、やっぱりやりたいですよ。やりたい、で広瀬さん、今度のシリーズこう振り返ってみて、はい、まあ、西武が4年目の日本一、いろんなものを考え合わせてみていかがでしたか。そうですね、まあ、私も日本一になったことがあるんですけどね、はい、これ見てて、あ、いいなと思いましたね。あ、広岡さんのあの嬉しそうな顔は私初めてですね。あ、そうですか。広岡さんとね、広瀬さんは仲いいですからね、よく試合前話してますけども、嬉しそうな顔してましたね。鈴木さんはですね、鈴木さんも、もう一歩もう一歩という、ね、その日本一ですけどね、やはりね、無欲から欲が出ますね。なるほど、ね、その時はダメです。そうですか、はい、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。第6戦の模様をご覧いただきましたが、西武の須美オーナーの談話が入っておりまして、日本一になれてとても嬉しい、所沢で2敗した時はチームを持たなきゃよかったとも思ったという、ユーモラスな談話がありました。それではこの後、タスカヤマナーさんお願いします。